やっほー、さくらです。はい、今日はもうすぐクリスマスということで、クリスマスデートメイクしていきたいと思います。ということで、まあ今日はしていくんですけど、普通のさメイクとかより結構気合い入れて、クリスマスデートメイクですから、ちょっと可愛らしく仕上げていきたいと思います。全部独学なので、本当皆さん参考までにって感じでよろしくお願いいたします。ということで、今ベースメイクと眉毛が終わってるので、アイメイクからしていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、あ、眉マスカラ忘れてたから眉マスカラしよう。みんなクリスマスは何するんですか？でも一回ライブ配信でさ聞いたらさ、みんなに友達と遊ぶ人の方が多かった。びっくりしました。はい、やっていきます。ちょっと質問忘れないようにね。こうアイメイクとか眉毛とかやってる最中に保湿しとくと結構効率よくできます。ちょっとノーズシャドウやってなかったから、ノーズシャドウはこちら、ラブーローコンパクト FAV 使っていく。この真ん中の色で、はい、ノーズシャドウ終わった。最近ノーズシャドウね、ナチュラルめにしたの。はい、アイメイク入っていきます。はい、まずこちらエチュードプレイカラーシャドウロゼワインのこちらの一番左かな、左のシャンパンパーティーっていうね、薄いピンクのラメが入ったやつ、これを目に塗っていきます。アイホール全体、アイホールより広いぐらい、広めに薄めに塗る。反対も、発色いいね。はい、塗りました。そしたら下も薄く、涙袋全体に塗ります。はい、そうしましたらこちら結構キラッキラめの、ギラッキラめのピンクがあるんだけど、これを二重ラインの目尻側に沿って、二重ラインっていうか二重幅の目尻側に塗ります。かわいい、この色初めて使った。クリスマスはピンクを使ってギラギラさせておけばいいと思ってるんで。うわ、かわいい、このメイク。やばいね。反対も。こう、アイライナー引くとこあるじゃん、ここ。ここにも塗ってあげるとかわいいかも。で、涙袋をつなげるように、下にも塗っていってあげる。うわ、いいね、いいね。そしたら一旦ね、涙袋を描いていきたいと思います。涙袋に使うのはこちら。ケイトのダブルラインエキスパート。そしたら、あの涙袋全体に引かずに黒目の下、だけ線を入れてあげてぼかす。はい、そしたら反対もしていく。なんかメイク動画撮るときさ、めちゃくちゃ漏れる人もめちゃくちゃ失敗するし、極端にどっちかに置かれるんだけど、今日はどっちでしょう。まだ分かっていません。そうしましたらですね、こういう細い筆、まあブラシ的なのを用意して、で、こういうコンシーラー、私はこのザセムのコンシーラーのこういうところを使って涙袋のぷっくりしたいところにのせる。で、指でぼかします。この2回ぐらい繰り返して綺麗にぷっくりさせます。どうかな、結構涙袋ぷっくりしません？これで結構変わるよね。そうしましたら、こちらの涙袋に一旦こちら、じゃん、アンリシアプリティーイージーグリッタースティック。これグリッタースティックなんだけど、さっきさコンシーラー塗ったところ全体に塗るんじゃなくて、これはこの目頭から真ん中に向けて引くイメージ。こう全体にしちゃうと結構毛ばく見えちゃうので、目頭からこの黒目の下らへんが一番自然に見えて漏れます。で、手でぼかしながら微調整もしてあげる。はい、こんな感じです。そうしましたら、まあ普段のメイクは結構ね、涙袋真っ白っていうか、こういう感じで終わらせること多いんですけど、クリスマスデートってことでゴールドにやった方が可愛いなと思って、
思うので、こちらのこれ、この色を涙の顔にのせていく。ちょっとね、今考えたから可愛いか分かんないけど、可愛い印象だわ。可愛いわ。ゴールド、ちょっと大人っぽくなりますね。チョベリグ。はい、そしたらですね、三角ゾーンを今から埋めていきたいと思います。あの涙袋の後にやっぱ三角ゾーンした方がいいよね。これは濃い茶色だったら何でもいいです。でも埋めてほしいのが黒ですね。やっぱ黒だとね、本当にね、重く見えちゃうので、顔全体がブラウンとかでやっぱ抜け感出せるような濃い色がおすすめ。中にね、目が大きく見えます。やめ声すぎ、やばくない？やばいよね。そしたら上まぶたもちょっとゴールド味増やしたいなと思いますので、こちらのちょっと今日エチュードハウス率高い、エチュードハウスのピクニックエアムースアイズ201番です。こんな感じ。アイホール全体にもう本当眉毛につくんじゃねえのっていうぐらい広く塗るんですけど、その塗り方が全体にパーって塗るだけじゃなくて、内側から高めにこう塗っていきます。可愛くない、この塗り方。可愛い、この塗り方。じゃん、可愛いね。いいね、水光感も。痛い。アイラインの前にマスカラスタジオをちょっと塗って乾かしておきたいと思います。いつもと同様、キャンメイクのクイックラッシュカーラー。このね、コームが好きなのよね、描きやすくて。結構根元からたっぷりめに塗って大丈夫です。なんかデートメイクってさ、やっぱさ、みんな薄くしちゃいがちじゃん。なんか薄い方が男子受けがいいみたいな。うちもね、薄くするか迷ったのけど、やっぱさ、自分が漏れないと意味ないじゃん。だから薄さとか濃さは変えないけど、色味とかを変えてるメイクとなっております。あ、しっかり下まつげにも塗ってくださいね、これ。そうしたらですね、アイラインを引いていきたいと思います。アイラインは長め垂れ目に引くことにします。これはいつもと変わんない。で、このまつげの間も軽く埋める。そうしましたら、まだね、ちょっと下地乾いてないと思うので、チークしていきたいと思います。チークは最近ゲットした可愛いやつ、あの、じゃじゃじゃーん、めっちゃパッケージ可愛くない、これ。フラワーノーズストロベリーロココチークブラッシュ、ブラッシュだって。超可愛い、可愛いでしょこの色。だからこれは結構ピンク系だけど、くすみのあるピンクだから、あんまなんか毛深く感じないんだよね。この目の下の真ん中ぐらいに横に入れます。逆にも入れるよ、逆にも入れるよ。ポーズ、バカチンガーで鼻先に入れます。ここ寒いみたいな血色感ある女の子を目指す。で、顎下もくっちゃ。そうしましたらハイライトです。シュザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュ、これをまず鼻先と鼻筋とチークの上にも少し。そうしましたらマスカラですね。ちょっとブラウンっぽさがあるあのアイラインと揃えたいので、ミルクタッチのロング&カールマスカラです。のブラウンです。これを根元からグイングインとつけていきたいと思います。それ下まつげもやります。はい、そうしましたらね、アイメイク完成です。ストップ、謝らないよ。ラスト、ラスト、じゃん、オイグリッター、シピシピのグリッター03番です。これをグリッターを、うわ、いい、盛れる。そしたらリップですね。最後リップ迷うんだよね。ブラウンプルプル系、プルプル系にしよう、デートだし。こちらの2つを使っていきます。どっちともマリークワントさんのリップチャット10番と06番だね。まで、まず、まで、まじゅ、やば自分、まず
絵の具でね、こっちの方を内側に塗る。かわいいこの色。そうしましたら、このプルプルのね、グロスを全体、外側中心の全体に塗っていきます。ゴールドのラメ入ってて可愛い。できた、いい感じ。はい、できました。ということで、ちょっと着替えていきたいと思います。着替えてきます。チョベリゴ。はい、ということで着替えてきました。どうですか。はい、ということで皆さんもね、絶対このメイク持てると思うし、まあ、いつもの日とね、あのクリスマスの日にメイクを変えるだけで多分男の子とかキュンとすると思うので、ぜひやってみてください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。